いや、ここでは負けられない存在。その深谷に託します5番の西村、そして8番森。中部三兵衛の前受けに、4番手が5番長島。長島に託す2番の森沢です。6番手から3番小川雄二。7番山下。6番岡崎。そして9番宮越。初回から一本棒の並びで周回を重ねて、青番第3周回も4コーナーをカーブ、赤番を目にするところで、まず3番小川雄二が抑えます。1番深谷も一旦突っ張る構えを取りましたが、ここは3番車。小川が気合の先手取りとなるんでしょうか。まずは流していきます3番小川。下げて5番手をこじ開けての発進か。しかし4番車、長島も並んでおりますが、ここで長島は1車下げました。マイペースでジャン先行は3番小川ですが、ここで1番車、深谷が行きます。5番車、西村の連携は切れた。短期でまくり上げて3番車、小川が飛びつくが、外を追い上げていくのは6番の岡崎です。岡崎が番手キープ。そして4番、2番。外を5番、8番と踏み上げる。今度は4番車が間髪入れずまくり込む。1番深谷も粘る。現地集合を目指すのは5番車、西村。1番先頭、5番車、西村が襲いかかる。現地集合になった。1番、5番、横一線。3着争いは2番、6番で並びました。